こんにちは。今回もやってきました味噌汁のお供最強のコラボを探せということで、毎回ですねお味噌汁にいろんなものを入れてみて美味しいかどうか最強のコラボレーションを探すという企画になっております。さて今回なんですが、思いついたのは自分なんですよ。誰かの罰ゲームとかじゃないんですけども、でもこのコラボっていうのはやっぱり自分で思ってもないところから出てくるわけですよ。うわうまいっていうのは、そこで今回考えました。まあ私ダイエット企画やってた時に使っていたこちら、ザバスシェイプ&ビューティー。Good Air ドコン。いわゆるプロテインでございます。しかもですね、こちら、ミルクティー風味となっておりまして、私ミルクティーが飲めないのにこれを頑張って飲んでたんですよ。で、これがわずかばかり残っているので、今回はこちらをこちらを試してみようかなと思ってるんです。まああれでしょ、もううまいわけないじゃんみたいな、そういうノリでしょうね。うん、なるでしょう、そうなるでしょう、そうなることは見越しておりました、見越しておりましたが、わかんないです。これはもしかしたら奇跡の味が登場するかもしれない。まあそういうわけで、今から試していきたいと思います。まああれだよね、極物映像だよね、ここまで来るとね。さて入れていきましょう。ちなみにプロテインの色なんですけれども、こんな感じです。なんか灰色というかね、こちらをお味噌汁に、あにょーん。まあ極端な話を言えばミルクティーの素を今私は、味噌汁に注ぎ込んでいると。これうまかったら奇跡の味だよな。大豆プロテイン、だいぶプロテインですね。ほんと。あ、大豆プロテインってこと、だいぶプロテインじゃなくて、大豆プロテインですね。そうですね。ああそうね、大豆も味噌汁。ねえ。うん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 。双方大豆使ってるね。あ、そっかそっか。色は悪くないですね。なんせミルクティーの色ですからね、元からね。味噌汁がミルクティーの色になりましたけども、全然違和感ありません。これがね、きっとね、ちょっと、どうなんでしょうね。香り嗅いでいきたいと思います。嗅いでみる。あ、こう、味噌汁が来た後に、俺なんでこんなの思いついちゃったんだろう。本当、あのお味噌汁の香りとミルクティーの香りが喧嘩せずに両方入ってくる時の気持ち悪さってわかりますか。うわ、あーでもあるんじゃない、こういう味の料理も。それでは、日本全国のお味噌汁ファンの皆様、朝から味噌汁を飲みながら何かの間違いでこの動画を見てしまった皆様、これはね、奇跡の味を起こしますからね、今からご覧にいただきましょう。では。まずい！まずい！これはあかんわ。バカじゃなかったギャンゴ。俺はなんでギャンゴ飲むって言っただろうか。しかも見てください、この味噌汁とプロテインのハーモニー。もう一回ついてるね。混ぜて飲んだってよ、バカ野郎、俺野郎。まああと飲めるじゃん、お前あと飲めるじゃん。終わり、今回終わり、ありがとうございました。もうあの県外、もうこれは注意事項に書いておいてください。味噌汁には入れてはいけません。さよなら。
もだ。これは心折られるわ。色混ぜ。